こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。北海道の阿寒湖に育成している綺麗な丸芋といえば、何を思い浮かべる？丸いって言ったらマリモだよね。お土産とかで売ってたよ。マリモはなんで丸いあの形をしていると思う？考えたことなかったよ。どんな生態をしているかも謎だよ。今回は他の藻とは全く違う形状をしている、不可思議なマリモという生物について紐解いていくぜ。それではゆっくりしていってねー。実は、マリモはよく知られているあの丸い形状が一個体ではない。え？しょっぱなからびっくりなんだけど、あの丸い球状が、なんとマリモの集合体なんだ。マリモの球状を構成している細い繊維のような糸がマリモの一個体だ。細いのが集まって丸くなってたってこと？なんかかわいい。北海道の阿寒湖に生息している球状のマリモが有名だけど、糸状のマリモは多くの生息地で暮らしているんだ。マリモって一体どんな生物なの？マリモは淡水性の緑藻の一種で、小さな糸状の繊維糸状体で綿状の浮遊型、固定の石や岩、湖岸のロープ、杭などの人工物に付く着生型、そして丸くなる凝集型の3つがあるんだ。じゃああの有名なのは凝集型ね。阿寒湖に生育しているマリモは美しい球状体だけど、これは非常に珍しい例なんだ。球状のマリモが確認されたのは、国外ではアイスランドのミーバント湖、国内では北海道の阿寒湖の2カ所だけとされているぜ。そうなの？結構売ってるの見るし、あちこちにいるのかと思ってた。マリモが学術的に確認されたのは1897年、札幌農学校の植物学者であった、川上滝谷が阿寒湖の首里駒別湾で発見し、その形からマリモという和名をつけた。そのままのネーミング。実は、北海道の先住民族であるアイヌの人々には、マリモの存在はすでに知られていたんだそうだ。だけど、マリモは食用にはならない。湖にたくさん生息しており湖面に漂ったり、しけの時に湖岸に大量に打ち上げられたりして、特に珍しい貴重な生物だとは感じていなかった。丸いマリモは常の中のありふれた光景だったのね。アイヌ語ではマリモのことをトラサンペと呼んでいた。化け物ってほど怖そうじゃないけど、大量にいたらちょっと気持ち悪いかもね。日本では、北海道及び東北地方から近畿地方の湖沼に点在して分布していて、国外ではヨーロッパ北部、ロシア、北アメリカなどに分布している。日本でマリモが確認されている湖沼はこんなところだ。これらの生息地の中でも、マリモが大きな球体を形成するのは阿寒湖と小川原湖だけのようだ。小川原湖に育成しているマリモは阿寒湖に生育しているマリモよりは小ぶりなマリモではあるけど、小川原湖は海水と淡水が混じり合う汽水湖。国内でも汽水にマリモが育成する珍しい例とされている。へぇ？かつて日本領だった南カラフトの陶箱には、カラフトマリモとされていた個体群が生育していて、天然記念物に指定されていたようだ。ほほう、揚げた以外でも全国各地に発散的に分布しているから、生息している湖沼はあるようだ。だけど、阿寒湖に生育しているマリモは最大で約30センチメートルまで大きくなることが分かっていて、世界最大であるとされているんだ。30センチ？人の頭ほどの大きさもあるマリモなんて、見応えがありそうだね。マリモは基本的に淡水で生活している。だけど小川原湖のように海水と淡水が混ざり合った汽水でも生育できるんだよね。マリモは水の中でどんな感じで生きているんだろう。阿寒湖を例として、マリモの生育サイクルを詳しく見ていこう。阿寒湖のマリモは8月中旬から9月上旬にかけて遊走子を放出する。だけど、その割合は非常に低く、栄養繁殖により球体を形成、維持する傾向にあるんだ。栄養繁殖って？植物の生殖様式の一つで、栄養生殖と呼ばれることもある。肺や子を経由せずにね、茎、葉などの栄養器官から、次の世代の植物が繁殖する無性生殖を指している。なるほど。マリモは淡水産藻類としては耐冷性と耐暗性が非常に強く、淡水と共に凍結した場合、マイナス20度で1日程度の凍結であれば耐えることができるぜ。可愛くてか弱そうなのに、意外と忍耐力あるね。阿寒湖は真冬になると完全に氷結し、約60センチメートルの厚さにもなる氷の下にマリモは閉じ込められてしまう。その環境でも生育できる体制を獲得しているんだ。じゃあ冷蔵庫の中でも飼えそうだね。数ヶ月保管しても死滅することはないだろう。でも、厚さには非常に弱く、約35度が限界とされている。もし販売されているマリモを育てているのであれば、夏場は冷蔵庫で保管してあげる方がマリモは快適に過ごせるのかもしれないな。冷蔵庫、正解だったわ。マリモは一般的には水に浮かないと言われている。確かに瓶の底で転がってる。だけど、阿寒湖で水に浮かんだ個体が2005年に発見された。マリモは藻の仲間だから光合成を行い成長していく。光合成をすることにより気泡を発生させるので、その気泡を身にまとうことで稀に浮くことがあるんだ。
水槽の中のマリモが急に浮いてきたらびっくりするよね。活発に光合成をしているだけだから大丈夫だぜ。マリモは水質の悪化にはとても弱く、生息地の水質が悪化することで生息数を減少させてしまう。特にカチオン系海面活性剤に弱いとされている。乾燥にも弱く、強風や遊覧船の波浪により打ち上げられると固死するぜ。乾燥に弱いのは想像通りだけど、藻だから少々汚い水でも育つのかと思ってたよ。その他にも、湖底で泥に埋もれたり、水草などにより海面が覆われてしまい、光が届かず光合成が阻害されてしまっても固死してしまうけど、球状のマリモは波浪で回転することにより表面についた泥などを落とすことができる。回転運動で球状のマリモ全体に光が当たってまんべんなく光合成することができるのね。アカンコのマリモは波浪により揺すられて球状になるとされている。マリモが綺麗な丸い形になったのには、理由がちゃんとあったんだね。でも約30センチメートルほどの大きさまで成長すると、波の影響を受けやすくなり、嵐などによる強風で湖岸に打ち上げられる。あらら、通常時であれば打ち上げられることはマリモの育成にはマイナスと考えられているけど、大きく成長したマリモが打ち上げられるとバラバラになり、その破片をもとに、再び球状のマリモへと成長することがわかっている。打ち上げられてバラバラになるのは、マリモにとっては数を増やすために必要なサイクルってわけね。マリモは当初マリモ属、エガグロピラに分類されていたけど、その後シオグサ属クラドフォラに分類された。1990年代以降、分子生物学的なアプローチによりシオグサ属とは異なることがわかり、再びマリモ属に戻されたぜ。行ったり来たり、マリモは分類学上は緑色植物モンアオサ草綱シオグサ木マリモ属に属する藻類。学名はエガグロピラリンネと名付けられている。国内で確認されているキシママリモ、フトヒメマリモ、カラフトマリモ、トロマリモ、フジマリモ等の近縁種があるとされていたけど、これも分子生物学的な手法を用いて、分析された結果、すべてのマリモが同じ種であることが確認されているぜ。ふむふむ。近縁種では、富山県で発見され北海道から九州まで日本全国で確認されている。立山マリモという種が存在している。つまり、近年になってマリモにはマリモと、立山マリモの2種に分類されることが分かってきたんだ。おお、この立山マリモだけど、富山県立山市の民家に作られた池に突然発生し、発見当初はマリモと同種と考えられていた。研究の結果1999年にマリモとは遺伝子が異なる別種として報告がされた。調べてみてよかったね。2022年には、山梨県の民家で淡水魚大陸バラタナゴを飼育していた。水槽にマリモに似た藻類が大量に発生したという情報もある。遺伝子を解析した結果、オランダの熱帯水族館や中国の河川から報告されたマリモ、アイガグロピロプシスクラブリゲラの配列と一致した。あれま、アイガグロピロプシスクラブリゲラは、日本で今まで報告がない日本新産種であり、モトスコの二枚貝から発生したと推定されていることからモトスマリモと命名された。現在確認されている三種目のマリモだ。アカンコのマリモは、1921年3月3日に国の天然記念物に指定され、1952年3月29日に特別天然記念物に指定変更された。環境省のレッドリストでは絶滅危惧種 1、B 類にも記載されている。天然記念物って、動物、植物、地質、鉱物などの自然物に関する記念物のことだね。日本では、単に天然記念物といった場合は、通常は国が指定する天然記念物を指している。国が指定する天然記念物は文化財保護法に基づき、文部科学大臣が指定しているぜ。所管は文化庁文化財第2課、文化財保護法の前身は1919年に公布された。史跡名称天然記念物保護法だ。特別天然記念物は、さらに特別ってこと？天然記念物に指定されたものの中でも特に重要なものだ。マリモは特別天然記念物、特に貴重な生物として保護されているんだ。そんなに貴重なものだったのね。特別天然記念物に指定され保護されているマリモだけど、環境省レッドリストでは絶滅危惧種 1B 類に指定されてしまっている。マリモは環境の変化に非常に弱い生物だ。繊細なのよ。1920年の初め頃にはアカンコの中類湾を含めた4つの湾で生育していたけど、1940年初めの木材伐採に伴う土砂流入によって2つの育成地が消失してしまったぜ。そうなんだ。1950年代まで行われていた水力発電のための過剰な止水や観光船の乗り入れ、1980年代まで続いた生活排水の流入による不栄養化、土砕などによって球体のマリモは著しく減少してしまったんだ。人間ってやつは、1973年と1985年の調査の結果、この12年間に中類湾の球体マリモの量が約4割減少していたことが分かった。
1997年と2019年の調査結果から、1985年以降は鳥類湾のマリモの量はほぼ変わっておらず、1973年以来の減少からマリモの量は回復していないことも明らかになった。減ってはいないけど、増えてもない。国外のマリモの例だと、アイスランドにあるミーバントコはかつては、アカンコと並んで有名な球状マリモの生育地だったけど、湖底からの資源採取などに伴う、環境の変化によって2006年頃から急激に減少してしまう。2014年に消失してしまったと言われてたけど、2016年頃には保護活動により、少ないながらも生育数の上昇が見られているようだ。アカンコの球体マリモが特別天然記念物として保護されることで、数が少しでも回復するといいね。日本において特別天然記念物に指定されているアカンコの球状マリモだけど、マリモ自体は世界中に生育している。だけど球状に生育し、なおかつ直径15センチメートル以上の大きさで、群生しているのは世界で2カ所だけなんだよね。北海道のアカンコとアイスランドのミーバントコだけだ。大型の球状マリモが群生している。大きくなるのには相当時間かかるって聞いたけど、野球ボール大にまで生育するには100年必要、という話を聞いたことがあるかもしれないけど、実際にはそこまでの年月がかかることはない。アカンコの球状マリモは条件が良ければ約1年で3から4センチメートルほど生育することが調査からわかっている。単純に計算すると約10年ほどで直径約30センチメートル以上に生育することになるね。アカンコで確認されている最大の球状マリモは直径約30センチメートル。かなり迫力があるよ。現在はアカンコにある球状マリモの群生地は環境省の特別保護区に指定されていて、保護の観点から立ち入りが制限されている。例年10月8日のマリモ祭りの一環として開催される。生育地観測会の日以外は湖底を除いてマリモを見ることはできないんだ。マリモのためだから仕方ない。でも天然マリモを展示している施設がアカンコ温泉に2カ所ある。群生地であるアカンコ鳥類島のマリモ展示観測センターで、マリモの群生地を再現した大水槽を見ることができるし、アカンコ半エコミュージアムセンターでも見学することができるぜ。へえ、見てみたい。鳥類島には遊覧船で行くことができるから、北海道に行かれた際にはぜひ見に行ってみてくれ。アカンコのマリモって綺麗な球状だけど、マリモの1個体は1000以上のもだったよね。この1000以上のマリモが、どうやって綺麗な球状を維持しているの？マリモが球体を維持するには、様々な条件が揃わなければいけない。その生育条件は、大きく3つに分けることができるぜ。1綺麗な水であること。2程よい波があること。3水温。この3つの条件が揃う場所でなければマリモは丸くなることはできないんだ。まず1の綺麗な水であることだけど、藻の仲間であるマリモは、光合成をして生きていると言ったよな。そのため、水底で暮らすマリモまで太陽の光が届く透明度の高い水であることが必要だ。そっか。そして2の程よい波が起きること。マリモの1個体は1000以上だ。この1000以上のマリモが絡み合ってできているのが球体マリモ。絡み合っているだけのマリモはもろく簡単に崩れてしまう。この脆い状態のマリモを壊さない程度の絶妙な力加減で転がることができる波が、絶対条件と言えるだろう。優しく転がしてもらわないとね。程よい風によって波が起こり、水底のマリモを転がしてまんべんなく光合成をすることで、綺麗な球体マリモが誕生するんだ。簡単そうに見えるけど、非常に難易度の高い自然条件だ。丸いマリモは大自然の作り出した奇跡のような生物なのかもしれないね。次に3の水温。マリモは寒さには強いけど暑さにはとても弱い生物だったね。水温が高くなるような場所では生育できない。球体になるためには年月をかけて成長していく必要があるから、水温が夏場の暑い時期でも35度以下に保たれる場所でなければ生きていけないんだ。寒い北海道はマリモにとってはいい場所だね。そして実はもう一つ、綺麗な球体マリモになるためには追加の条件がある。マリモは回転しながら丸くなるって言ったけど、湖底のマリモは密集しており、移動できるスペースがあまりないんだ。確かに、マリモは重なり合って群生しているので、他のマリモの上を移動したりせず、湖底に並び合った状態で転がっていく。これによってマリモ同士の藻がすれて表面が磨かれて、綺麗な球体になっていくんだ。群生してることもポイントだったんだね。マリモは非常にゆっくりと回転していく。そのスピードは約1時間に1から2回転ほど。想像よりかなり遅い。ゆっくり、ゆったりと回転しながら球体マリモは成長していくんだね。このような難しい条件をクリアした場所にしか球体マリモは生育できないため、世界でも丸いマリモを見られる場所が少ないということだ。天然のマリモ、なかなかレアな存在だよ。丸くなったマリモは、中身の構造の違いから放射型と、天然型の2種類に分けることができる。
どちらも球体をしているけど、物集まり方や成長の仕方によって中身は異なっているんだ。マリモの中身に違いがあるとは、放射型になるのか天面型になるのかは、環境で決まるとされている。まず放射型マリモは、藻が中心から放射状に整列した状態で成長する球体マリモだ。綺麗な球体になるタイプで、直径30センチメートルほどの巨大化できるのもこのタイプのマリモだけ。毛玉みたいにぐちゃぐちゃ絡んでるわけじゃなかったんだね。あかんこの天然マリモは現在では世界で最も綺麗な放射型マリモと言えるかもしれない。放射型は、ゆっくり回転することにより全体的に光が当たりまんべんなく成長するため、木の幹のような年輪ができるのも特徴の一つだ。へぇ？直径が大きくなると中心部の藻が枯れて空洞ができる。え？壊れないの？大きくなっても壊れない放射型マリモになるには、共存する細菌の役割が重要であることが長年の研究で明らかになった。直径20センチメートル以上の大きな球体マリモは細菌の層を持っていて、表層と内部付近では住んでいる細菌の種類も違っているとされている。ほうほう。マリモの表層近くには、二酸化炭素や窒素などの栄養源を固定する働きを持っている。シアノバクテリアが生息していて、マリモへの窒素提供に関わっている。内部付近にも、窒素の循環に関わる亜硝酸酸化バクテリアが生息している。そして、硫黄化合物をエネルギー源とする火山性の湖で多く見られる細菌である。バクテリアの生息も確認されているぜ。いろんな細菌飼ってるね。シアノバクテリアは粘着性の物質を作り出す。マリモのモノ層の間に作られる砂や細菌を含んだ茶色い層は、このバイオフィルムによって砂や小石が取り込まれたことによってできていると考えられているんだ。それでくっついてるんだね。大きくなったマリモは波の衝撃で壊れやすくなるけど、このバイオフィルムのおかげで巨大化しても球体を維持することができるのだそう。よく考えられたシステムだな。もう一つの天面型は？天面という言葉が示す通り、糸状態のマリモが絡まり合ってできる球体マリモ。藻が無秩序に絡まってできているため、放射型マリモと比べると表面は滑らかではなく、あまり大きくなることもできない。なるほど。大きくなると放射型マリモと同じように中心部に空洞ができるけど、中心部だけでなく内部のあちらこちらでもが枯れてく。まあ、そうなっちゃうよね。人工的に丸められたマリモや自然条件が完全に揃っていない場合にこの天面型のマリモになるようだ。さっき言ってたけど人工的に丸められたマリモもいるの？マリモが貴重な生物であることをお伝えしてきたけど、では販売しているマリモは一体何者？と不思議に思わなかったか？思ったよ。特別天然記念物って割には売ってるけどなーって。天然の球体マリモは国の特別天然記念物、そしてアカンコのマリモは、絶滅危惧種として保護されている。湖から救ってきて販売などをすることは、もちろん違法。じゃあ販売されてるのは？現在、お土産屋さんや通販などで販売されている球体マリモは、アカンコで生育したマリモではないんだ。アカンコから持ち出したら大変なことになってしまう。販売されているマリモは、アカンコ以外の場所から採取されたマリモ。つまり藻の状態のマリモを養殖して増やし、人工的に丸めたものなんだ。なんかショック。北海道の湖沼の一部などは、養殖マリモの原料として、母体のマリモを採取することが許可されている。1970年代に釧路湿原のシラルトロ湖の浮遊型のマリモを球状に加工する技術が開発され、人工マリモが作られるようになったんだ。どうやって作るの？簡単に説明すると、ミキサーなどでちぎってバラバラにした。マリモの糸状態を緩く丸めて培養液の中で回転させることによって作られる。なんか痛々しい。観光地などで養殖マリモの名前で販売されているものは、もともとはシラルトロ湖で採取されたものを養殖して増殖させて、それを集めて人工的に丸めたもの、ということだ。それでもマリモはマリモなんだよね。人工的に丸めたマリモであっても、マリモだ。きちんと飼育できれば生育していくぜ。そうなの？マリモの飼育はさほど難しくなく、一週間に一度の水替えと、直射日光の当たらない程よい光が当たる場所に置いておくだけ。夏の暑さには弱いので、35度以上になってしまう可能性があれば冷蔵庫に入れる。上手に飼育できれば大きく育ってくれるだろう。そっか。それなら挑戦してみようかな。残念なことに、現在はアカンコ以外のマリモも減少傾向にある。養殖用のマリモも採取するのが難しくなっているんだ。シラルトロコもマリモを採取することが禁止されてしまったのだそう。じゃあ今はどうしてるの？マリモの養殖に成功した一部の企業がマリモを育てて、販売されているのが現状のようだ。仕方ないよ。養殖のマリモが販売されるようになった一番の目的は、アカンコの天然マリモの搭載の防止であったのだそうだ。養殖マリモには搭載防止の役割があったのね。金目当てでミキサーにかけられたんじゃなくてよかった。
販売されているマリモの中には天然マリモと記載のあるマリモもあるけど、塗装したわけではなく、ロシアやウクライナなどから輸入したマリモとされている。天然マリモと人工マリモ違いはあるの？どちらもマリモなことに変わりはなく、球体なのか、糸状態なのかの違いだけだ。自然条件下で球体になったマリモと人工的に丸められたマリモに差はあるのかな？自然条件下で球体になったマリモは、中心から全方位に向かって藻が伸びていくけど、人工的に丸めたマリモは中心から放射状に配列する糸状態がなく、不規則に絡み合った糸状態で構成されている。自然条件下で球体になったマリモでも、不規則なもの絡まりによってできるものもあるんだよね。さっき言った天然型マリモだな。でも天然マリモと人工マリモは、解剖するとすぐに見分けることができるようだぜ。でも大きくなったマリモを解剖してしまうのは、ちょっとかわいそうというか、勇気出ないわ。さて、マリモとは何者なのかを解説してきたけど、どうだった？丸いマリモはマリモの集合体、そして丸くなるためには、多くの自然条件が奇跡的に揃わなければならないという世界的に見ても珍しい生物だとわかったよ。だけど、古くから北海道に住んでいたアイヌの人々にとって、マリモは特に珍しいと感じていなかったから、伝承や伝説は意外にも少ない。見知った場所にたくさん住んでいる生物が珍しいとは感じにくいよね。もしかしたら、皆さんのすぐ近くにも意外な珍しい生物が生息しているかもしれないよ。というわけで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ボタンをポチッとしてくれたら嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。